第39回七日丸賞を制しました西翔太騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずレースを振り返りたいと思います。前半は今日38秒という時計、西ジョッキーレースのペースはどのように感じていましたか？そうですね、平場の時と変わらないぐらい速いなと思いました。はい、道中は、前に前方に位置づけられたかなという、展開になったと思いますが、この展開は西翔太騎手思い通りでしたでしょうか？そうです、思い通りに行きました。はい、そしていよいよ第二障害、前走は第二障害転倒しましたが、今日二障害の手前、手応えはいかがでしたでしょうか？そうですね、このレースに向けて厩舎の方と頑張ってきたので良かったと思います。はい、そして二障害スムーズに下って、そのまま最後までいい足を使いました。どのあたりで勝利確信しましたか？そうですね、最後まではその油断しないで頑張ってたんで、確信はゴール入ってからです。はい、さあまずは2歳の重賞一つ目を取りました。この後は年末ヤングチャンピオン、そして年度末はイレネー記念、この先楽しみですね。そうですね、はい、では最後に万円ファンに向けて一言お願いします。これからもいいレースできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。七日丸賞を制しました西翔太騎手でした。関係者の皆様、本日は誠におめでとうございました。以上をもしまして第39回七日丸賞の表彰式を終わります。第39回七日丸賞を制しました岩本俊春調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずレースはどのような思いで見ていましたか？わがまだし外コースなだけにちょっと、はい、熱障害これまではちょっと心配しながら見てて、ちょっと流れ早いんで、はい、やっぱりちょっと不安がやっぱり熱障害あったもんだから、ちょっとドキドキしていました。二障害の不安というのはやはり前走の転倒という影響でしょうか？そうですね、やっぱり初めてああいうこともあったんで、はい、大きくなればいいなと思いながら、そこだけはやっぱりちょっと注意はしてたんですけどね。前走の転倒から今日まで、どのような調整をされましたか？軽くソロ回復を入れて、でちょっとこう馬に余裕を与えるような感じで、で担当厩務員と話しながら、あと騎手と相談して進んできました。はい、前走の10月の2日から、コツコツと調整して今日の重賞制覇ということでしょうかね。やっぱり馬も力あるし、あるから、こういうパフォーマンスもできたかと思っています。はい、今日の馬体重が1038キロ、馬体も大きく、そして力もますますついていきそうですか？そうですね、今後これから目標にされると思うんで、はい、みんなの目標に恥じないように、頑張っていきたいと思っています。はい、次の目標はやはりヤングチャンピオンということになるでしょうか？そうです、近いから、ヤングチャンピオンだけど、はい、最終的には最後のイレネー記念を目標に定めていきたいなと思っています。はい、お話ありがとうございました。岩本調教師でした。本日はおめでとうございました。ありがとうございます。